どうも皆さんこんにちは、ワッキーです。今日は高田の馬場ですか。そうですね、こっちは久々じゃないですか、久々に来ましたね。で今日紹介するお店なんだけども、もう俺がね前々から行きたかったね、洋食屋さんなんですよ。お店がね馬場南海というお店で、テレビの情報番組とかでも結構特集されてたりとか、グルメ系のねブログ書いてる人たちもかなりもう昔から通ってるお店なんですけども、 2,3 年ぐらい前かな、もうずっとね実は行きたかったんですよ。かなり前じゃない、かなり前なんだけどまあそれがまあ今日になったと。でお店の方に撮影の許可取るときに、基本さ結構混むお店だから。そうですね、そうで、オープンが11時からなんだけども、オープン直後だったらまあ空いてるからいいですよっていう話をいただきまして、ただ店主の方はもう10時半ぐらいからお店にいるから、まあ、その時間でも全然いいよっていう話をいただきましたので、今がね10時20分ぐらいですか。めっちゃ早いですまだねお店自体オープンしないんですけども、混んでる時にね、そうですね、取っちゃうと他のお客さんとかに迷惑になっちゃうから、少し今早めにやってきております。あ、お店がだんだん見えてきましたね。ありましたね、ありましたね、馬場南海さん、ありました、こちらでございます。じゃじゃん。もうさ店主の方いらっしゃって、で今ご挨拶させていただきまして、でここの馬場南海さんの看板メニューは、まあ、カツカレーなんだけども、それと同じぐらいの人気メニューがあって、生姜焼きに超どでかいエビフライが何本か乗ってるやつがあるんですよ。それにね、まあ、ご飯ついてるんだけども、プラス100円するとカレーをかけてくれるんですよ。わ、最高です。でしかもその量がまあまあ多いというでちょっとここに食品サンプルがあるんだけども、看板メニューはカツカレー、これだ、エビフライ生姜焼きライス。これ食品サンプルはさこういう感じなんだけど、実物はね多分おそらくこれのね3倍以上でかいです。あなたどうするの。僕カツカレー行きたいんですけど。カツカレー、あ、そう、じゃあカツカレー。自分はエビフライ生姜焼きライス、カレーをつけたいのでこちらで。でこの下に生姜焼きで目玉焼きまで乗って、でキャベツもどっさり盛られてまして、でこっちにタルタルソースがあります。でちゃんとねこれパスタも入ってるんですよね。でさらにお味噌汁もついて、でプラス100円でカレーのルーをかけてもらうんですけど、これもうほぼ1人前に近いぐらいのカレーの量でございます。
これでだから1000円しないんですよ。そうですよね。まずはね、生姜焼きを味わってみたいんですが、ちょっと目玉焼きを少しずらしまして、肉がこれすごいぎゅうぎゅうに乗ってる。玉ねぎもなんかこうちょっと大きめに切られてるのもまたいいですね。もう生姜焼きカレーになっちゃうからね。そんなやらなくてもファイナルにはいけるだろうという作戦なのかもしれないですね。これはうまいよ。キャベツが結構しっかり入ってるのは嬉しい。ずっと続いてますからね。表にあった食品サンプル全然ひじゃないでしょ。そう、きまして、ウニフライ1尾がこの大きさです。すごいでしょ。しまう青いラインが引いてある部分からよりも内側、うん、の中衣が多いとかじゃなくて、ちゃんとエビの身がでかい。わー、これは美味しい。我慢できない。プラス100円でこの量嬉しいじゃないですか。コクがあってね、香りもいいんだけど、結構スパイス効いてる。あ、そうなんですか。辛みが、ババナンカイさんの外観には反したような攻撃的な辛みがきます。習得すると普通のジグの、結構やっぱ量多いね。そうですよね。大きなカツが乗ってて、でカレーのルーもしっかり、で目玉焼きが必ずついてるという、でサラダとこちらのお味噌汁がついてる。さっきオッキーさん言ったように結構辛みきますね。辛みくる、うん、朝からカツカレー、もう今日一日かけますねこれは。いやこれマジでカレーうまいっすよ。本当に昔ながらな感じもね、どことなくあるんだけど、スパイス効いてて新しさもあるというか、そうですね、他の上位の選手に比べると、ここがいいぐらいがマジでうまい。これ美味しい。ここで禁断のこの生姜焼きにカレーを、それやっちゃうんですか、乗せまして、たまらないねこれ。味噌汁というよりこの卵スープみたいな感じですね。中に柚子が入ってる。あ、そうなんですよね。柑橘系なこう香りとか味わいもあって、なんか不思議な卵スープ。確実に進化してますね。うん、9位ですか。あ、15歳です、うん、はい、やっぱりこれキャベツがすごいわ。この量ですよ、ほらすごいでしょこれ。これはね、もうビタミンもしっかりとりますよね。普段ね、食べないですからね、家でキャベツって。ちょっとこれあなた、このエビフライあげるよ。いいんですか。いいよいいよいいよ。編集頑張ってくれてるから編集頑張っていっぱい足す。八角状にね、マヨネーズもあるし、これうまっ。カレーのルーが美味しいからさ、止まんないよねご飯がね。先にご飯なくなっちゃいます。ちなみにもう店内はやんだ、もカウンターが埋まってきてます。ここやでスピードを上げて食べましょう。他の人に迷惑ならないに。でこの目玉焼きをね、このカレーのとこに、やっと食べたらやったんか。しかもなんか目玉焼きとカレーが抜群にうまい。これはプラス100円の破壊力ではあります。プラス4、500円ぐらいの破壊力です。
いやーババ何回さうまかったね。うまかったっすね。っていうかさ俺今日寝起きじゃん。朝からさあの量食べるってさ俺42なんだけどなかなかハードでございました。矢部さん元気っすね、まあ、ただ美味しかったから、まあ、食べられたっていうのもあるけどね。いやさあのエビフライの大きさよ2本乗っててさで生姜焼きにパスタに目玉焼きあとキャベツももりもり、うん、プラス100円でねカレーのルーをご飯にかけてもらえるんだけどあの量ですよすごかったですあれプラス100円でいいんですかみたいな。であなたが食べたカツカレーが、まあ、一応看板メニューにはなってるから美味しかったでしょ。もう最高でした、ね、もう今でも頭をよぎります。あそうでうちらが食べてる時にもう11時回っちゃってやっぱお客さんどんどん入ってくるね。カウンター席はもう最後全部埋まってましてで今11時20分ぐらいなんですけども多分おそらくこっからまたお客さんがどんどん入ってきてもう満席だったりとか並んでしまうのかなと思います。であとほらあのご夫婦でねあの店主の方と奥さんと2人で切り盛りされてて調理風景見てたけどさなんかこうあうんの呼吸だったよねあのお二人がね。ババ南海高田馬場駅から徒歩 3,4 分の場所にあります。営業時間が11時から14時までとなってますので夜は今営業されてないみたいなので食べに行かれる方はご注意ください。美味しいカツカレーにエビフライ生姜焼きプラス100円でご飯にカレーのルーをかけてもらうのも、まあ、食べに行ける方は忘れずに。そして今回のコメント紹介は先日のニンニク料理専門店ガーリックガーリックさんの動画でいただいたコメントでございます。トシさん2015年からワッキー TV 毎日見てる子さんものです。ありがとうございます。でも7年前から見てくれてる。昔から変わらない動画のスタイル好きです。で本当に今や毎日欠かせない存在となっています。であと彼女と食事に行くときに行きたいリスト作って困った時によく活用しています。なのでこれからも頼りにしてます。これからも変わらずワッキーさんらしく動画作り頑張ってくださいというコメントでございます。いやこれはさもう俺はめちゃくちゃ嬉しい。まああなたはね2年ぐらい前からワッキー TV に来てくれたんだけど、まあ、一応ほらこのチャンネルはさ2015年の2月から始まってるんですよこうやってさもう初期の頃からなんかずっとこうね見てくれてるっていうのはね、まあ、本当に励みになるし、トシさんありがとうございます。あの今後もね気長に優しい目で見ていただけると助かりますよろしくお願いします。優しい目、優しい目でお願いしますでこのように皆さんからのコメント毎回ご紹介してます。コメントそれから高評価押していただければ励みになります。そしてチャンネル登録もよろしく。またね。あの誰もが知ってる業務用スーパーの会社が運営している焼肉食べ放題のお店にやってきました。なだれが。お袋産んでくれてありがとう。やっぱりお袋が産んでくれなければフィレ肉にはね出会えてませんから。初めて見たやつはチャンネル変えてるから会社全部堪能できないね。そうですね。